じゃあ、だってその殺される殺されない問題において、うちのためにいろいろ働いてきた人たち、フリーメイソンたち、あ、大変、まあ、このような古いやつですよ、古いやつ。最初から分かっているのことやってはんの。リニアモーター館の田島市役所の駅北に移すって、だね、まあ、無理してへん。もちろん、あの、取るのが早いとか言われるけど、まあ、やる気あんのかって、そういう知り出すで、みんな。リニアといい。だってな、リニア邪魔したの誰と、JR って。JR が、じゃあ逆に、静岡な県庁に、静岡県庁が JR 邪魔したけど、静岡県庁に命令できるやん、国家。国家は命令できんねん。静岡県庁が嫌ーって、無理やねんから国家が命令したら。なんで国家命令せんやん。そういった命令を取り仕切ってもらって、うん、菅官房長官やけど、な、あの、通産大臣とか経産大臣じゃないよ。な、そんなん全部仕切ってるのは、官房長官。まさに、こう仕切ってんのよ。な、命令できんねん、官房長官。静岡県知事を無事を通せしてんやん。え、やっぱり蘇我と物の部屋の菅官房と古谷刑事は仲悪いんか、どう思う？鬼滅のリニア、鬼滅家のリニア、ほんまにリニアやる気あんねん。しかも実機電磁力電磁ファンってなった、そういう急なものですか。で、出島とちゃうからなんかカスト、また何か起きたか、あんなこんなん言ったらな、無事なりな、ベスパイとして、英語がいいのをしたらね、こんなんな、やったなって意味になるからな、最大の写真はいいのを押すなよ、東京で。もう、Facebook は別にまたあんなんだけどな、忘れちゃった、つい押されたから、そういう、おーおーおーな、まあ、さらにいいとして、女子ら向きはとんの、フレンドが多すぎたかな、さすがに、バビってやるの、バビロン。バビロンがバビって。いつも今日バビロン関係ないしな。せやろ、まあ、克服してやる。バグダード。バグダードも空白しとんねん。どうしてもバビロンにしたいんか。ちゃうまっちやで、バビロンとバグダードは。まあ、長安と西安もちゃうまっちやで。な、信用も長安も西安も違うまっちやで。知らんかわかんない。な、まあ。例えばの話やけど、中国でもそう。な、バビロニアでもそうやし、そのイラクでもそうだね。な、イスラム帝国の時点ですね、まあ、バビロンを使って。な、さて、まあ、誰かが住んでたでしょうけど、何回か使ってたでしょうけど、首都じゃなかったの、バビロンは、イスラム帝国の時代は。な、サラセン王朝の時代はな。本当だよ。なんて、思い出す。ガリガリ。な、さらに言うとして、ほんでくれ。気になる？気になると吸い込まれる、このブー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 、チラ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 、これかこれか、美味しいなってやめろよ、吸血鬼。ジュニも吸血鬼せず、ドーン。さらに、殺される可能性もあるやんか、そんな秘密黙って、そんなわざとらしいっていうか、その、自民党へ来なくそ、来なくその自民党だけちゃうけどな。野党も協力してやったのに。ふわふわね。面白いやねんか、ふわめやねんか。とかな。こっそりも、こっそりにも程があるぞって。処刑されかねえやろ、古谷さんとか、ふわさんとか、すがさんとかな。逆上した市民に、早押しやろって。さら、早押してたのは山雨やけど、今の、その国民って、まず昔の君主みたいやん。ダメ君主みたいやん。大体とこついたやろ。こんな人物やってん。ソクラテスってこういう指摘が得意だったよ、ソクラテス。こういう指摘の名手やった、ソクラテス。処刑されて。あまりにみんなに煙たがられて嫌がられて。図星。まあ、ビンゴ。ビンゴ論法やったよ、それでソクラテス。当時のギリシャ人はビンゴ論法に耐えられへんかって。今でも結構君ら耐えられへんやろ、ビンゴ論法は。な。というわけで、その件はいいとして、加藤明日香問題、彼女も危険やろ。明らかにカムフラージュ、まあ、加藤とか藤原とかカムフラージュっていう言葉の語源ですけど、加藤明日香、そうそう東京撤退したからやっぱりいいんちゃうかな。まあ、加藤明日香、恐怖の加藤明日香時代っていうのは、うちが加藤明日香やった時やし、もうその部分を回収したよ、その危険な部分は。うちやったから、それもともと。
謎の部分は、この細胞を作った受精卵ですよ。そんなのがカバースに出張してた本来危険やの危険のことが起きて、ね、もう戻ってきて完全にストーリーに戻ってます。でもカバースカっていう人物はうちの妹だけど、母は違う ね母はカトアさんの方が実は今落ち着けのヨーコママ立ち向こうで呼んでるはずだけど、ヨーコママに、カトアさんのおばさんヨーコママに他がヨーコ一緒に今落ち着きヨーコを眼科の中で医者のうちを産んで育ててくれて、産んでんねんね、うちを大リバルだな、他がヨーコさんの落ち着きヨーコ眼科に。じゃあもう角間におらなあかんの、むしろカトアさんの方やもちろん。加藤明日香は加藤家の人物じゃないよ。幼児、あ、加藤家か、幼児やからな、加藤和明。で、加藤和明は、要するに加藤たちに認められ、そして、まあ、藤原総連絡っていう、総取り次ぎ。藤原総取り次ぎっていう役職にあるよ。ね、それなんでじゃあ加藤たちは、その、加藤和明を認めたかって言ったら、加藤和明の幼児が、うちの妹やからやね。ね、そういう理由です。じゃあ、加藤の言うことなんか、他の藤原聞くんかって聞かへんで、全然。なんで聞くのかやったら、加藤明日香がうちの妹やから。だから藤原たちが加藤明日香の意見を聞くわけ。しかも、だから加藤明日香を養女にした加藤和明の意見も聞くわけ。しかも加藤明日香は、うちの本来の母の出身地である東京都足立区の、あれですね、北区の谷中部落の養女、いわゆる佐藤部落。いわゆる佐藤部落っていうところかな。そこの人物です。そっちに行ってんの。加藤さん。ところが、うちの母、佐藤めぐみには気づかんかったからね、加藤さん。そんなもん、そんなもん。むしろ、加藤さんが、その、大阪からの、おつり陽子のことをめっちゃ気にしてるはずだよね。絶対、いろんな意味で。な。あんな顔なんのかなって。うん、そうやね。もううちの要素がなかったら、加藤さんがどんどんその、めぐみのとこになっていくかな。まあまあ、京都っぽい顔に戻っていくんちゃう？加藤さんの顔は。なんだか加藤明日香の権力っていうのは、まあ、今説明した通りのもんだから、よくも騙したんだ。まあ、加藤明日香、よくも騙したってなるやろうけど、ね。でも加藤明日香って、別にみんな知ってる？知らないの？有名人にはやたら有名な子ね、もちろん。だって有名人に命令してる人物。おじさんはこう言ってる、おじさんはこう言ってるばっかり。加藤はこう考えてる、いつか言わんかったけどね。おじの命令を、大官として加藤明日香が言ってたというイメージには権力されてる、ね、うちのこともみんな知らんよ、究極うちのこと知ってるのに権力者だけやろ。もちろん庶民にも魔術師がおるよ、ね、魔術師ならうちのこと絶対知ってんの、ね、とぼけるしかないやうちかって、なんか結構とぼけてたよ、カムラージュ、カムラージュって言われてたよ、まあ、どっかの神社のな、先生も宮司さんにもね、うーわ、そこまで凝ってだから、ほら、すんねんな、あんたって変わってんなって笑われたこと、誰か見た人あるよな。そこの時かな。そんな感じで、加藤明日香は、そろそろ、ふわさんや、ふるやさんや、ふわさんみたいに、みんなの恨み買うフェーズになりつつあるよ。そんなやつ、どこも。まあ、一番うちがそうかやったら、うちはみんなの衆やからな。みんなのオリジナル、みんなうちのコピーやから、うちを殺すわけにはいかんから、ギリギリうちに近いやつら、恨み買う可能性があるやん、それやからな。うちの周りを崩したがるやろ、な、うちの敵って言いながらうちを攻撃はせずに、うちの周りを崩したがるやろ。で、その後うちを倒すんちゃうの。うちを手に入れたいからやんか。な、加藤明日香手に入れても何か起きますかって。何も起きんの。うちが扱った時は起きる。まあ、他の人もうちやった時は何か起きてるやろ。皆さんが今の地位におるのは、かつてうちが皆さんやった時に作った地位やろ。これ言われたら嫌やろ。でも、しゃあない。だから、新しい文脈は、オリジナルであるうちが言うたらコピーを受け入れるしかない。そのコピーに表示している自我たちも、受け入れるしかもうないやんだ。健康じゃなくなるもん。抵抗したら自我が、肉体も健康じゃなくなるし。肉体が健康じゃなかったら自我もしんどいもんね。な？そうな、そうな、そうやとか言い出せ。自我がな。この肉体、そうな。勝手に無精神なんで前に言ったらな。どんな神経、どんな根性、たきれるやろ。そういうことがみんな、口々に明らかに言い出す時代なのか。残ったの、人類の本来の時代って、
始まるかもしれんな、本当は。な、じゃあ、楽しみにしててみてくれんな。な、じゃあ、今日の放送に行きます。これやるかも。はい、最強。四労働者の、やるかもしれんぞ、今日。ほんと頑張れ。県民の、なんだっけ、県民の、県民やか県と民使ってるから、立と、あとは、国国、立国、県民立国説か。な、県民立国党にしたらええやん、その国民民主党と立憲民主党だってしたら、あんかやもんな。それは、国家安保、方針協力やったっけ。ちゃうちゃうなんだっけ。崩落寿司やったっけ。いいね、いいね。